あれですね、まあ、人の記憶というのはあやふやなもんで、で、まあ、言った言わないとか、なんか結局そうなるんですよ、人間っていうのは、何にしろね。だそのために、やっぱりそのシステムとして、官僚というのはメモを残すっていうか、まあ、必ずそれはメモ書きでも何でも残していくということをするんですね。で、言った言わないということにならないようにするということなんです、基本は。でないと、やっぱり勘違いしたりとか、忘れたりとか、人間しますから。だから今、本当に高市早苗さんも、めちゃくちゃレクが多かったから、何のレクでどうしたかなんてもうわからないって言うとるわけですよ。だから、レクがあったかないかわからないっていうのは、そのレベルのわからなさなんですよ。ということは、やっぱり残ってる文章で、ああ、あったんだという思うのが、まあ、僕は当たり前だ、視点だと思うんですけど、いや、そのレクだけは受けてないことは分かってると。いやまあ苦しいですいよや、苦しすね。ぎて、で、しかもそれをね、いや、高市さんはちゃんと、きちっと言うてるというような意見がいっぱい出てくるんだよね。で、なんか高橋陽一さんという方が、なんかあの人も元官僚やったからかもしれないけど、なんか官僚のまあ言葉遣いは分かるんだよみたいな。だから総務省の答弁見てると、完璧に官僚が嘘をついて、まあ、高市さんを責めてるみたいなことは分かるみたいなことを言うて、まあ、それに乗っかるような人も出てきて、今すごいことになってるんですけども、どうなんですかね。やっぱりその、行政文書、公文書というものを、その信用、それをまず土台にしてね、そこでまあお互いのまあちょっと食い違いがあるとかいうのは、それをまず基本と考えて、まあ考えていくべきじゃないですか。そうでないと、その何もないわけじゃないですか。その何ていうのが、頼るべきものって言ったらおかしいけど、要するに、まあその当時の官僚に聞いてもね、いや、その時に確かにそう言うたか、そう聞いたかということは、ちょっと私としては今記憶が定かではないですと言う人もいるじゃないですか。言うてみて、本当にごまかすためじゃなくって。で、まあ、僕はこれ、今回の総務省のあれっていうのは、高市さん擁護してる人は悪いけども、どちらかといえば総務省はあなた方の味方ですよと。だからわざとあやふやに言うとるんですよと。あれきっちり言うたらもう高市さんも即ダメですよって僕は思ってるんですよ。僕はね。だからあれだけ高市さん啖呵切ってるから、ある程度、まあ、どちらでも取れるような答弁をしてると、苦しく。総務省の人もね。どちらかというと高市さんの肩持ってるような発言ですってということだと僕は思ってるわけですよ。それをその高市を派の人が分からずに、総務省悪者やみたいなね、小西と君で、どっちも悪いやつやみたいな感じになってるじゃないですか。で、それは、本当にもうその官僚からしたら、いやいや、もうそれやったら言おうかというような世界ちゃいますの。そうですね。だって、そうやってちゃんと文書として残してるんやそうから、ですよ。そこにこう、なんか委ねるしかないような気はするんですけどもね。いやだからもうきな臭くてね、見てられないです。まあ、だから、その一番組をだけでもね、あまりにも変更してたら、過剰だったら、それだけでも、電波停止ができるみたいなね、ことにも持っていったわけだろうけど、まあ、それのやり玉に、サンデーモーニングとか上がってるわけだけども、まあ、それを言うたらね、まあ、僕から言わせていただければね、かつて読売テレビとかでもね、まあ、屋敷隆仁さんの番組でね、その安倍さんと温泉行ったりとかするようなやつをやってたんですよ。で、安倍さんと温泉に行くんやったら、じゃあ共産党の C さんと温泉行けよ。偏ってるやんかまと。あなんね。で安倍さんだけでそんな番組作るねんと。じゃあその一番組でも読売テレビの電波停止みたいなね、ことになっちゃうわけであっそうて、ね、そう一個ね。だけ見たら全部そうじゃないですか。ここは、例えば、この共産党の意見ばっかり言うてるとか、ここは自民党そうでのす